ちらの動画はファンタジースプリングスのプレビューの様子やアトラクションのネタバレを含みますので、大丈夫な方のみご覧ください。本日は東京ディズニーシーにやってきました。この後ファンタジースプリングスプレビューに行ってきたいと思います。私たちがファンタジースプリングスエリアに入ることができるのは17時からになるので、まずはこちらのファンタジースプリングススペシャルグリーティングを見に来ました。ファンタジースプリングスの特別なコスチュームを着たミッキーミニーがすごく可愛かったです。新しいエリアにはピーターパン、ラプンツェル、アナと雪の女王のアトラクションがあるので、こちらのアナとエルサ、ピーターパンとウェンディ、そしてフリンライダーとラプンツェルにも会うことができました。ではこの後ファンタジースプリングスエリアに行ってきたいと思います。ファンタジースプリングスエリアの入り口はジャスミンのフライングカーペットとレイジングスピリッツの間のあたりにあります。ピーターパン、アナと雪の女王のアナ、エルサ、オラフ、そしてラプンツェルの彫刻があります。こちらの岩は二手に分かれていて、右ルートと左ルートがあります。それではエリアに入っていきます。私たちは右ルートを選択しました。右ルートはラプンツェルやアナと雪の女王のアレンデール城に行くのに便利です。ピーターパンに行く方は左ルートを進んでください。入ってすぐにフローズンジャーニーがシステム調整だったので、まず目の前にあったラプンツェルのランタンフェスティバルに入りたいと思います。それでは Q ラインを通ってアトラクションに進んでいきたいと思います。ラプンツェルの世界観がしっかりと再現されていて、すごく素敵な Q ラインでした。ランタンが船の中に積まれている様子が見えますね。私は世界のディズニーパークもたくさん訪れているんですけれども、日本の Q ラインの完成度の高さは本当にすごいなと毎回思います。この後アトラクションのネタバレがありますので、大丈夫な方のみご覧ください。ラプンツェルのランタンフェスティバルはボートに乗って水の上を進んでいくアトラクションになります。ラプンツェルの塔が見えてきました。私は昔から中川翔子さんのファンなので、しょこたんの声が聞けてすごく嬉しいです。フロリダにあるウォルトディズニーワールドニューファンタジーランドにもこちらのラプンツェルの塔はあるんですけれども、ラプンツェルのエリアはアトラクションではなくてお手洗いになっていたりとか、充電のコンセントがある休憩スペースみたいな形になっているので、こういったラプンツェルの世界が楽しめるアトラクションっていうのは世界でここだけになります。ラプンツェルの塔の中にラプンツェルがいて歌ってくれるのも日本限定なので、すごく特別だなと思いました。私は前日にラプンツェルの映画を見直してからここに来たんですけれども、前日に映画を見てから来ると本当に映画の世界そのままに入り込んだような気持ちになれて、すごく臨場感があったので、ぜひ新エリアに訪れるよっていう予定がある方は前日までにラプンツェルの映画を見直しておくのをおすすめします。ボートに乗った時に左側に座るとラプンツェルとユージーンに近い位置になるので、近くで見たいよっていう方は左側の席に座ることをおすすめします。乗車時間はだいたい5分ほどで終了します。すごく綺麗だったので、もうちょっと長く乗りたかったなという気持ちになりました。ではこの後はアナと雪の女王のアレンデール城のエリアに行きたいと思います。向かって左側、ホテルの前にできている列はティンカーベルのビジーバギーの列になります。右側に進んでいくとアレンデールに到着します。アレンデールロイヤルバンケットというレストランと、アナとエルサのフローズンジャーニーというアトラクションがあります。ではアナとエルサのフローズンジャーニーに乗っていきたいと思います。この先は Q ラインを含めアトラクションのネタバレがございますので、可能な方のみご覧ください。まずはアナとエルサのフローズンジャーニーの Q ラインをご紹介したいと思います。こちらの Q ラインのクオリティが本当に高くて、今回の新エリアで私がすごく感動したポイントの一つになります。私はこの暖炉があるお部屋がすごくお気に入りで、この先に進む階段を登って降りると船着き場に着くんですけど、ここもすごくアレンデールを歩いてるなっていう感じがして、すごく幸せな時間でした。
この階段も先に進んでいった左手がフローズンジャーニーの船の船着き場になります。ここからはアトラクションのネタバレを含みますのでご注意ください。それではアナとエルサのフローズンジャーニーに乗っていきたいと思います。こちらはアナとエルサの物語をたどっていくというストーリー仕立てのアトラクションになっています。ここで神田沙耶香ちゃんの声が聞けたのは本当に涙ものですね。すごく嬉しかったです。本当に沙耶香ちゃんの歌声はまさに天使っていう感じの素敵な歌声だったので、ここで聞くことができて本当に嬉しかったです。海外にあるフローズンエバーアフターにはないオリジナルのシーンが追加されていたのもすごく素敵だなと思います。こちらもエルサのシーンも海外にはない特別なものですね。すごく感動しました。エルサが魔法を使っているシーンなども追加されていてすごく素敵だなと思いました。これだけたくさんの数のオーディオアニマトロニクスが採用されているアトラクションなのですごいなと、システム調整がちょっと多くなってしまうのは、致し方ないかなと思いました。ここがやはりハイライトなんじゃないかなと思います。エルサがレッドイットゴーを歌いながら氷の宮殿を作り上げるシーンです。こちらの頭上をちょっと映すことができていないんですが、頭上にあるドームがすごく大きくて天井が高いんですよね。すごく素敵でした。この扉がパンと閉まる演出もすごく素敵だなと思います。まるで映画見てるかのようでしたね。フロリダのディズニーワールドエプコットにあるノルウェー館の中にオープンしたフローズンエバーアフターですが、今から10年以上も前、アナ雪の映画が公開される前からアトラクションを作ろうということで、ノルウェー館の中にあったアトラクションをリノベーションして作られたのがフローズンエバーアフターというものになります。フローズンジャーニーよりもさらにスリリングな演出が多いアトラクションになっていて、そちらも素敵でした。エプコットの旅行 Vlog も載せているので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。ファンタジースプリングスホテルにやってきました。ファンタジアのミッキーがいてすごく可愛かったです。すっかり日も暮れて暗くなってきました。これからアレンデールのロイヤルバンケットでご飯を食べたいと思います。暗くなってくるとエルサの氷のお城がすごく綺麗に見えてきますね。アレンデールロイヤルバンケットの中にやってきました。こちらのレストランは当面の間モバイルオーダーを取得した人のみが入場することができるようになるそうです。アプリ上の受け取るというボタンが表示されると中に案内してもらいます。だいたい受け取り時間の5分前くらいに表示される印象がありました。今回はアレンデールロイヤルセットシーフードを頼みました。中にシーフードとパスタが入ったパイがすごく美味しかったです。人気のフォトスポット、こちらの玉座も座ってみました。アレンデールの中で食事をできるような可愛い広間がたくさんありました。座席数もたくさんあるので安心です。すっかり夜になりました。夜のライトアップもすごく素敵ですね。これからピーターパンのネバーランドアドベンチャーに向かいたいと思います。ピーターパンのネバーランドアドベンチャーはディズニーシー側の入り口から入って左手の岩の入り口をくぐるとすぐに出てくるアトラクションになります。それでは早速乗っていきたいと思います。この後プレショーとアトラクションのネタバレがありますので大丈夫な方のみご覧ください。こちらのアトラクションは 3D ゴーグルを着用して楽しむアトラクションになります。ゲストはロストキッズの一員となってネバーランドを冒険するというアトラクションです。このアトラクションを体験して思ったのは、アメリカにあるランナウェイレールウェイというアトラクションに少し似てるなと思いました。映像の綺麗さと没入感がすごいなと感じました。ただ私はちょっと三半規管が弱いので少し酔いそうだなと思う瞬間が何度かありました。
気になるよという方は事前に酔い止めなどの薬を飲んでから乗車することをお勧めします。先日ロンドンに旅行に行ったばかりだったので、ロンドンの上空を飛んだ時は本当に感動しました。ただ空を飛んでいるという感覚では、フロリダのウォルトディズニーワールドにあるアバターのアトラクションの方が数段上かなという感じはしました。ディズニーランドにあるピーターパンのアトラクションとは全く違った体験ができるので、ぜひこちらも楽しんでみてください。夜のアレンデールをお散歩しに来ました。ライトアップがすごく素敵ですね。ファンタジースプリングスは夜になると結構暗くなります。海外のディズニーパークに行くと夜は真っ暗なので、それを思い出してなんだか懐かしい気持ちになりました。この後は最後のアトラクション、ティンカーベルのビジーバギーに行きたいと思います。夜もお花たちがライトアップされていて、すごく綺麗な Q ラインですね。今回一番並んだのがこちらのティンカーベルのビジーバギーになります。なんと80分待ちでした。こちらは1回に乗車できる人数が4人ということで、あまり多くないので、ちょっと回転率があまり良くないのかなという印象でした。オープンした後はかなり混雑しそうだなと思います。こちらのアトラクションではティンカーベルの目線になっているということで、大きなひまわりが出てきたり、大きなかぼちゃが出てきたり、最後は大きなネズミのチーズに出会うこともできます。昼と夜でかなり印象が違いそうなアトラクションです。今回は夜に乗ったので、いつか昼に乗ってみたいなと思います。ライトアップもすごく綺麗で素敵でした。今回モバイルオーダーを19時にした関係で、ラプンツェルとピーターパンのエリアにあるレストランに入ることができなかったので、次回ファンタジースプリングスに来ることがあったら、そちらの2つのレストランのメニューもレポートしたいと思います。今回はプレビューだったため、17時から21時までの4時間しか時間がなかったのですが、4つのアトラクションと行きたかったアレンデールのロイヤルバンケットでご飯を食べることができて大満足の1日になりました。今回私はアナと雪の女王とラプンツェルの映画を見直してからこちらのファンタジースプリングスに来たのですが、もし新エリアに来る予定がある方は、ぜひ映画を一度見てから来ることをお勧めします。映画の再現度がとても素晴らしいので、映画を見てから来るとその世界に没入した気持ちになれて、すごく楽しいと思います。今回はファンタジースプリングスプレビューの様子をお届けしました。他にもフロリダウォルトディズニーワールド、アナハイム、ディズニーランドパリ、香港ディズニーランドの Vlog を載せていますので、よかったらそちらもぜひご覧ください。チャンネル登録もしていただけたらとても嬉しいです。6月に上海ディズニーに行く予定なので、そちらの Vlog もお楽しみに。